プロゲーマーのかけるさんと時戸さんに来ていただきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、うちの番組的には珍しいツーショット。珍しいし、かけるくん多分なんなら 僕のことも知らあんまり知らないんじゃないかなと思うけど、あのスクエアエニックスの違うってホビット村村長をやっております、あのタヌカナ。かけるくんは幽霊見えますか？いや、見えないですね。見えない、はい、あれ見えない、ね、ダメか。これ見えない、ね、幽霊は見えない。見えないよね。見えないです。幽霊はテイスティスティーブっていうでしょ、あの実況中。あ、はいはいはい、実況中で、はい、彼は見たことがあるんですよ。あ、へえ、ね、幽霊は赤いドレスの女の子って言ってましたよね。本当に見てしまった。あ、僕は普段から信じるわけじゃないんだけど、本当見ちゃったっていう、うん、なんか彼がそんな幽霊を見るようなこうデリケートさを持ち合わせてるかとても申し訳ないと思えない。なんかむしろ本当に幽霊がいても気づかずに盛り上げてそうみたいな。乾杯してそうだもん。なんかどうやら気づいたらしいですね。A5202 さんは4位、まあ、そこが日本人最上位ですね。で、ゲーマーズ8は時々が行かず。で、まあ、ここ最近の活躍だったんですけど、かける君はかける君で、エゴで惜しくも時々に負けて、8位でしたっけ、12位、5位タイ。5位タイでしたっけ、はい、そう。で、そのすぐ後にあったゲーマーズ8で、見事、チャンピオン。チャンピオンですよ。賞金がね。ありがとうございます。一番実は盛り上がったのは決勝よりもやっぱ手前のあ、そうですね、ファンク戦でしたね、はい、あれはすまん、僕あのかけるくんを詳しく知らなかったっていうのもあるんだけど、まあ普通にこうやって見てあのこうやってどころかもうなんか漢字4字でしたよね、はい、ほぼ布団の中でこうしながら、うん、一緒だわ、はい、すっごいすっごいリアルなこと言っていい、もう普通にはい負けって言ってたから、はい、俺はい負け、日本人負けって言ってたら、あれみたいな。で、僕も結構負けたなって思ってて、正直。でしょ？失礼やけど、そんな流れだったよね。そんな流れでしたね。0-2 になった瞬間に、なんか、吹っ切れたというか、逆に。もうちょっとやれることやるしかないんだよね。そうですね。なんかで、それで楽しくなっちゃって、でもなんかもうやれることを楽しんでやろうっていうふうに切り替わったかなっていう。確かに表情は悲壮感はなかったね、意外と、うんはい、穏やかに遊んで、うん、そうですね、うん、あそこはもう3位が決定してたのかな。あそこはもう3位でしたけど、賞金的には確かね、すごい格差が、うん、ありますね、うん、倍々になってくるんですね。そう、倍々です。1000万ぐらい差が出るよね。そうですね、そうです。決勝の時に、剣の SP 技で人流だっけな、あの昇竜レッパーみたいなやつ、人流レッパーだっけ、侵入レッパー、侵入レッパー、昇竜拳の、はい、あれの最中にポーズかかったっすよ、一瞬覚えてる？あー、ありましたね。 あった、一瞬ポーズかかった、ポーズ目に出てきた。まあ、あの、まあ影響ないんだけどね、はい、ぶっちゃけ、まあ、演出中なんで、まあ、レイジアーツだったり、その SP のとか、演出だからないんだけど、あれ、厳密に言うと、ある、他の大会とかで割と失格とかになったやつ。あ、そうなんですか。そう、まあ、あの、なんてことない話だけど、あれ、どっちがポーズしたんだね。あれは、多分アングリー。あ、そうなの、アングリーバードがしちゃったんだ、ポーズが。はい、焦っちゃったんだ。でも、アングリーバードは、エボの決勝で、対戦相手のメナーが、スタートボタンを押したんですよ。それは試合中だったんです。あ、そうだったね。そうですね。見た見た。で、本来なら、まあ、ルール上は、うん、まあ、1ラウンド取られるんだよね。そう。でもアングリーが、いやいや、もうそんなやばなことするんです、うん、このまま俺らはやるんだみたいなことを言って、そのままやってた。やって、わーってなってね。うん、なんかかっこよかった。つまり、割と本人がやるタイプなんだよ。相手がやってもちゃんと受けるし、まあ、これ演出口中ぐらいはいいじゃないか。彼の中ではあるあるだったんだよ。あるあるみたいなね。賞金だけどズバリあれもう振り込まれたんですか。いや、まだ振り込まれてないです。
あ、まだ。なんか、あれですよ、日本円にしたら5800万が賞金だから。ね、今の、今、為替レートがあれだから、ね。今、またやばくなって6000万に届くとか。じゃあ、もうちょっと待った方がいいんじゃないですか。いや、いやまあ、そこもね、あれなんだけど、まだな、まだなんですね。まだです。あれ、ちょっとでも考え物だなと思うのは、まあ、言うてもあれ、どう考えても税金かかるっすよ。はい。あ、半分以上は多分。以上だね。はい。ぶっちゃけね。え、ハンさん、あれっつ、どこの国の税金がかかるんですか。え、日本。本、うん、日本で取られる。じゃあ半分じゃないですか、完全に。半分のちょっと。半分プラス数パーセントね、あれね。サウジで取られることはないんですか。だから、いや、サウジはだからいろんなものも、サウジはで取られることはないんじゃない、うんうんうん、それは。日本で普通に取られるから、うん、まあ、俺も別に税制そんな詳しくない。いや、俺ちょっと心配なのは、そういう大きい額って、ぶっちゃけ大人なんだ分かるけど、いや、例えば、俺ぐらい年齢だって結構投資してるとかだったら、あ、もうまとまったお金だったら税金取られても投資したって回せば、その税金も含めて、まあ別に損しないから大きい元手があったらそれ投資回すだけみたいな発想あるけど、うん、若い人にあれ入っちゃうと、その額、その次の年とか結構 大変なことになるんで。そうですね。だってその、あ、ちなみに今プロゲーマーとして1本で食ってる今は。そうですね。 でしょ、はい、となると、いわゆる収入のライフプラン的に1年、来年とか再来年がちょっと見えにくいわけだ。はい。ってなった時に、その税金の払い方でいくと、俺がこの年だったら正直言うと、いっぺんに振り込んでくれるなって思っちゃう。いや、それは思います。ぶっちゃけ。分割です。マジです。いや、本当に本当に。いや、そうですよ。だけど、どうですか、それが入るっていう感覚は。この年齢では ないことですよ、なかなか。そうですね。なかなか経験できないことですけど。うん、まあでもなんか全然実感がないです。実感がない。あ、でもそれぐらいがいいかもな。もうこれでなんかちょっとおかしくなってて、今日なんかジャラジャラさせてなんかジャラジャラさせてきたらどうしようと思って入ってないのにカラカラ先で買っちゃってね。そうそういるもん、そういうやつ。そう、そういう感じで来たらなんて対応しようかなと思って、外になんかブブブ止まってて、急になんかマゼラッティとかで来てボンボンとか言ったら、俺これで半分ぐらいなくなってんじゃないのだったらどうしようと思ったんだけど、割とそうか、実感がないんですね。そうですね。もしその、その振り込まれたの見たらちょっとまた変わるかもしれないですけど、こう、親はどういう反応？親は、なんか多分リアタイで見てくれてて、うん、その決勝、試合を見てたんです。多分見てくれてて、あ、じゃあ俺みたいにね、はいはい負け、はい負けって言ったら、はい負けですねって俺はめちゃくちゃ気合い入れてそっか、あの決勝が終わった後にあの LINE 見たら、あの親からメッセージ来てて、ほうほう、なんかすごかったよみたいな、起きたのはすごい嬉しかったですね。なるほど。っていうか、そっか、音、すいません、ちなみにゾッとしたんだけど、お父さんおいくつですか。ちょっと正確には分かんないですけど、はい、それは分かっててあげて。あの、俺も今言おうと思ったんだけど、複雑な家庭なのかなと思って今言えなかったんだけど、なんかその、なんで性格知らねえなと思ったんだけど。だいたい48ぐらい、4とか5。え、若っ。ちょっと待って待って待って、もう確実に上じゃん。じゃあ、あの、それはゲームやるわ。だって俺より全然、俺より全然下だよ、ここさ。下じゃないですか。そうですね。もっとなんか、めちゃくちゃあれなんじゃないの。いや、よかったー、よかった、パパ。だあの、お父さん、そろそろ車買い替えようと思ってた。いや、それは。それない。営業、営業。ちなみに、あの、メナが、あの、3000万。はいはいはい。あの、ドミニカという地で、3000万は、もう、物価的に、その、ドミニカは、やばいらしいんですよ。障害年収とからしくて、もうね、知らない親戚が、バンバン来るって。それ、あの、起きるでしょ、宝くじみたいなもん。そうそうそう、だから変な電話がかかってきてる。かかってくる。あ、電話かかってきてるよって言ったら、うん、いや、これ、ね、これ、うん、これ知らない、知らない。怖いね。俺は出ないんだって。すごい悲しい顔してました。いや、なんか多分、ちょっと、自分の性格にも影響出そうだよね。うん、あ、そうですね。
あの、アッシュとかは、まあ、他の大会でも結構もらってるけど、うん、今回で言うと、ね、まあ、桁違いですよ、桁違い。いや、パキスタンの、やばいじゃないですか。だから彼なんかあの、イスラマバードかなんかの、まあ、首都ですよね。あの、もう、すごい都会の、まあ、日本で言ったら渋谷みたいな場所の、ラホールとかいう場所でしたっけ？なんかビルの、でっかい駅前のビルの上に、なんかよく見るじゃん、あの、俺らの、なんか、ソニーだとかいろんな家電メーカーのヘッドホンの CM みたいな、はい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 、でっかい看板にアルスラン・ラッシュがヘッドホンしてるなんかこんな、こんな看板、いや芸能人で、あ、そうなんですね、めっちゃ有名らしくて、で、でもね、分かりやすく言うとミスター・サタンみたいになってるんですよ。そうそうそう例えがまたね、例えの世代が実力とかを考えちゃうから、あの本当に実力がね、サタンはちょっと本当に強いサタンだよ。本当に知名度はサタン、本当に強いミスターサタンだよ。俺いつもそっちイメージしてる。時とかこの間ですね、偶然かける君とあの別のメディアに一緒に出た時に、そうです、ね、100万ドルパワーズって勝手にネーミングしたんですよ。なるほど。全然バズってないんですよ。あんまり受けなかったね。そうですね、あんまりない。そうか、2人合わせてってことね。そうそうそう、2人合わせて税抜き、税抜き100万ドルパワーズ、表記はしないよ。パワーズかっこ税抜き、税抜きって書いたらちょっとバズるのかな。バズるかな。あと、あのね、単なる100万ドルパワーズっていうコンビだったからいけなかったんですよ。あの、ちゃんとそこで2人は一緒に暮らすっていうことを同棲しましたという発表すれば多分もっとバズった。あら、そうでしょう、うん、同棲生活の1日目見せますって言って、あの時戸のシャールームにかけるとかカメラもやめろよちょっとやめろよって言っていきなり最初からシャールームはねえだろみたいなシーンから始まってたら多分めちゃめちゃ人気出た。なるほどね。時戸くんがね、今日一応あの通帳持ってきてくる。あ、え、そう、もう振り込、当たり前から振り込まれた。